にちは、手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は万場由美がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。9月4日に非常に強い勢力のまま日本に上陸した台風21号、滋賀県内にも大きな被害をもたらしました。台風21号では非常に強い風が吹き荒れ、各地で停電や住宅被害が発生しました。東近江市では倉庫が崩れ、71歳の男性が下敷きとなって死亡しています。彦根市では観測史上最大となる最大瞬間風速 46.2 メートルの風が吹きました。彦根城でも至る所で木が倒れ、重要文化財である天秤櫓が傷つき、国宝彦根城の天守も3箇所で外壁が損傷しました。旧草津川の跡地を整備してできた公園内に体験型の農園がオープンします。この農園は草津市に本社を置く第五農園が計画したもので、草津川跡地公園のおよそ1万平方メートルの敷地に、いちご用のビニールハウスや露地栽培の野菜畑などが作られました。農園にはカフェなども併設する予定で、12月にはいちごや冬野菜の収穫体験ができる予定だということです。第五農園は将来的に農園の維持管理などについて、障害者雇用を積極的に図りたいとしています。県内で52年ぶりに国宝の指定を受ける菅浦文書が長浜城歴史博物館で展示されています。菅浦文書とは、長浜市西麻布町菅浦に伝わる集落の共有文書のことで、鎌倉時代から江戸時代にかけての1281通の古文書と絵図一幅を指します。菅浦文書は今年3月、国の文化審議会が国宝と指定するよう答申していて、現在は正式な指定を待つ形となっています。会場には国宝になる古文書や絵図のうち9点が展示されていて、総村と呼ばれた自治集落を菅浦の民衆がどのように守ろうとしてきたかを伺い知ることができます。この企画展は10月14日まで長浜城歴史博物館で開かれています。9月の自殺予防週間に、県内でも各地で自殺予防を呼びかける街頭啓発が行われました。9月10日から16日の自殺予防週間に、草津駅では県や関係団体の職員などが駅利用者らに相談窓口の電話番号が書かれた絆創膏を配りながら自殺予防を呼びかけました。自殺した人の数は全国県内ともに年々減少傾向とのことですが、県によりますと去年全国では交通事故死者数のおよそ4倍にあたる 21,321 人が
また県内では211人が自ら命を絶っています。啓発活動を行う人は一人で抱え込まずに相談につながるようになればと話しています。9月の童話問題啓発月間に合わせ、大津市で人権について考える啓発の催しが開かれました。この催しは県が主催して毎年開催しているもので、この日は日本文学の研究者で情報番組のコメンテーターなども務めるロバート・キャンベルさんが講演を行いました。キャンベルさんは、人権を守るにはまず自分と他者の違いを認めることから始まると来場者に強く呼びかけました。会場では体験や実演のブースも設けられ、県内の施設で育成された聴導犬の仕事ぶりも披露されました。来場者にとっては話を聞く、実際に目で見る、体験することで人一人一人の違いについて考え、共生社会について深く学ぶ一日となりました。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。湖北耳の里では、今年も湖北耳の里祭りを開催します。日時は10月13日土曜日、朝10時30分から昼3時。午前の部では手話歌や手話劇の発表などがあり、午後の部では東日本大震災後に故郷を離れ、現在大津市に住む青田克彦さん、恵子さん夫妻によるふるさと福島に思いを寄せてと題した講演が行われます。前回も好評だった関係団体や地域の方々による模擬展も盛大に開かれます。皆さんお誘い合わせの上、ぜひお越しください。お問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。郵便番号 520-8585 BBC 琵琶湖放送手話タイムプラスワン係、電話、ファックス、メールはご覧のところまで。それでは次回10月13日土曜日昼12時20分にお会いしましょう。